こんにちは、吉田です。今回のこの動画では、インターネットを使った究極の生き方と経済的に得する生き方についてお話しします。経済的に得する生き方を極めるコツは3つのポイントがあります。1つ目、何が今後右肩上がりに伸びるのかをリサーチする。2つ目、安い時に買う。3つ目、高く売るということです。この3つのポイントを日常生活から意識してください。私は去年の今頃も無料のメルマガでも配信しましたが、街の中心部を散歩しながらリサーチをしておりました。その時にセール品になっているお宝を爆買いしました。そして今年もこの時期に街を散歩している時にお宝を発見したので、あなたが毎日日常生活からアンテナを張っておくことにより、散歩をしている時でも常にリサーチをしておけばお宝に気づくことが多々あるわけです。私も今年街を散歩している時にお宝を発見しましたので、その時に爆買いしました。そしてそのお宝をスマホでネットにピコピコと販売するのですが、去年からのデータもありましたので、このお宝はネットに販売するときにコピペの状態で作業することがほとんどありません。なので継続すること、小さな成功体験を積み重ねることは非常に大事であります。はい、ということで今回は私が爆買いしたお宝たちを公開します。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、このお宝の詳細について、そしてお宝の重要なポイントについてはコメント欄の方にあります BNS の方でしっかりと公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。今回のお宝は A で言いますと、1000円が3000円になる、そして1万円が3万円になるというようなお宝です。スマホでコピペの状態でビジネスが実施できるというわけです。はい、ということで本日のまとめです。経済的に得する生き方を極める3つのポイントは、1、今後何が右肩上がりに伸びるのかをリサーチする。2、安い時に買う。3、高く売るということです。はい、この3つのポイントをしっかりと意識して日常生活を楽しく送っていただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また吉田が毎週配信しているプライベートニュースサービスについてもコメント欄からぜひ覗いてみてください。